ノワジーイコールルイコールセックは、フランス、イルドフランス地域圏、セーヌサンドニ県の都市。第二次世界大戦中、鉄道中心地であったためレジスタンス活動が最も活発であったとして、戦後に、クロワド・ゲール勲章を自治体として授かった。自動車では、パリから約5トル鉄道を用いパリ東駅からは、約9トルの距離である。 モントルイユから、ウルクンゴまでの緩やかな高台に市街があり、ポルトド・パンタンから約4キロメートル離れている。ボビニー、ボンディ、モントルイユ、ロマンビル、ロニスイコールボワと接する。ラテン語でクルミを意味する、ヌーシータムから、ノイジーが生まれた。ルセックとは、水路がない、乾いた土壌であることに触れている。 第一次世界大戦中に移された、ノワジーコールルイコールセック駅20世紀初頭の、石膏切り出し場1920年、鉄器時代の住居跡から、陶器や動物の骨、一組の石でできた道具が発見された。270年頃に埋められたと推測される、300枚もの、ローマ帝国の硬貨が1911年に、駅舎の下で見つかった。 ノワジーには832年にビッラがあったと保証されている。842年、ロタール2世はサンモールイコールデイコールホッセにある修道会の修道士たちにノワジーにあったすべての資産を授けた。998年に決定をロベール王も認めた。1265年、イザベルド・ロマンビルはシャトレーンにあるブドウ畑から上がる収入を サンドニ修道院へ上納していた。フランス革命まで、ノワジーの領主は、サンドニ修道院であった。サンマルタンイコールデイコールシャン修道院と、ノートルダムド・リブリー修道院も、ノワジー・コール・ルイコールセックに土地を所有し、封建領主権を行使していた。フィリップ4世時代、ノワジー・コール・ルイコールセックは、王の長身アンゲランド・マリニーの領土であった。 1849年、パリモー館、パリストラスブール間が、フランス東部鉄道によって開設されると、ノワジー・コール・ルイ・コールセックにも駅が作られた。1882年まで、ノワジー・コール・ルイ・コールセック駅は走車場を備えていた。1896年の調査で、ノワジーには8105人の人口があった。 グランドサンチュールが乗り入れ、鉄道によって輸送手段が整えられると、石膏の切り出しが行われ100人の労働者が働いていた。その他にもコルセット工場、ビスケット製造、ファーバーの文房具といった産業が導入されたが、以前として、コミューン面積の319ヘクタールを農地が占め、園芸農業が行われていた。1908年、東部鉄道会社は、 ノワジーに工房を設置し、街の深い経済的重要性を帯び、鉄道労働者の街となっていった。1910年には、新しい駅舎が完成した。ノワジーイコールルイコールセック駅は1913年、当時で、年間150万人以上の乗降客がいた。1914年当時鉄道で働く労働者は2300人になっていた。 第一次世界大戦の際、丸抜海戦でも定期的にタイの輸送を行う国内最大の鉄道駅となった。第二次世界大戦中のパリ地方は比較的破壊から免れていた。しかし58のコミューンは災害宣言を出した。ノアジーの鉄道ヤードも1944年4月18日の夜から19日にかけて ノルマンディ上陸作戦に対するドイツ物流を遅らせようとした連合国側の爆撃に遭い大勢の死傷者が出約2000世帯が破壊された。同じく1944年8月5日に災害を宣言した。ありがとうございます。